宇宙、そして深海、この2つのフロンティアではそれぞれ異なる船を使用して長い旅に挑みます。そうです、あなたたち人類は宇宙では宇宙船を、深海では潜水艦を使用していることでしょう。しかしふと疑問に思いませんか？もし深海で使用されている潜水艦を宇宙空間で使用すると何が起こるのかと。宇宙船を深海に持っていくと水圧により壊れてしまいそうですが、その逆の場合は問題なさそうに感じることでしょう。潜水艦は問題なく宇宙でも使用できるのでしょうか？それともあっけなく命を落としてしまうのでしょうか？今回は潜水艦で宇宙に行くとどうなるのかについてご紹介したいと思います。潜水艦が活躍する水の中では水深が深くなるごとに水圧が上昇します。水深0メートルでは大気圧の1気圧しかかかりませんが、10メートル潜るごとに1気圧ずつ水圧が加算されていきます。地球上で最も深い場所であるマリアナ海溝に至っては1100気圧であることは皆様も体感済みでしょう。あなたが仮にマリアナ海溝に生身で行った場合、体表面すべてで1平方センチメートルあたり1トン以上の力を受け、あなたの体は瞬く間にぺしゃんこになってしまいます。深海に住む生き物は大部分が水でできているため、体の内部と外部の水圧が釣り合い、水圧により潰されることはありません。しかし潜水艦の場合は中に圧力が1気圧しかない空洞を作る必要があるため、その空間が潰されないように設計する必要があります。そのためには耐圧国と呼ばれるその空間を守る材料だけではなく、形も考慮する必要があります。材料については現在では軽くて丈夫な上、耐食性のあるチタン合金もしくは特別に調整された鋼が主流となっています。チタン合金の方がメリットは多いのですが、価格や溶接の難しさから敬遠されることがあるようです。一方鋼を使う場合は極めて高い圧力でも不可逆的に変形しないことを求められます。そのような鋼には HY80 やHY100 などといった特別な名前がついており、ほぼ潜水艦の耐圧国専用に使われています。耐圧国の形状については球形に近い方が耐圧の能力は高いです。これは球が最も圧力を分散できる形であるためです。深海にまで潜らないような潜水艦は球からかけ離れた形をしている場合もありますが、例えば水深6500メートルまで潜ることのできる日本の深海6500は、内径2メートルの空間を厚みおよそ7センチメートルのチタン合金で覆っており、ほぼ真球の外径はプラスマイナス2ミリメートル以下の誤差しかありません。このようにいくつもの技術が詰め込まれた潜水艦、これを宇宙にそのまま持っていったら何が起きるのでしょうか？もちろん潜水艦をロケットで打ち上げるのは現実的ではありません。そのためバイエンススーツの力を使います。潜水艦の一つや二つ宇宙に送ることなど、朝飯前宇宙空間に放り出されたあなたが真っ先に心配するのが空気が漏れて窒息死することかもしれません。確かに通常であれば潜水艦は周囲の圧力の方が高い状態、それに対し宇宙空間では逆に内部の圧力が高い状態になります。空気が漏れる心配はないのでしょうか？これについてはそこまで心配はいらないようです。深海と内部の圧力差は数百気圧以上になることもある中、宇宙と内部の圧力差は1気圧。そのため潜水艦の中は気密度が極めて高く、ハッチなどから空気が漏れることはないでしょう。スクリューを回すためのシャフトから多少空気が漏れる可能性はありますが、この程度であればその場で風刺することも可能かもしれません。宇宙空間ではスクリューは役に立たないため、バイエンスのいたずらが事前に分かっていれば先手で溶接し完全に閉じておくのも有効でしょう。そして宇宙空間を飛び交っている放射線も分厚い耐圧国があれば多少は軽減されます。また潜水艦は浮上と潜水をコントロールするために外殻と耐圧国の間にバラストタンクと呼ばれる空間を持っており、これに周囲の海水を出し入れすることで浮力を制御しています。事前に宇宙空間に放り出されることが分かっていれば、海水を満たすことで放射線に対するさらなる防御壁を得ることができます。
実際、宇宙船の壁を水で満たすというコンセプトは昔から考案されているため、生活用水にもなると考えると悪い選択ではないでしょう。このように頑丈な壁で守られた潜水艦においては、宇宙空間であっても即死するということはありません。しかし潜水艦は地球に帰還することができませんし、国際宇宙ステーションのように地上からの補給を受けることもできません。頑丈な牢屋に閉じ込められたあなたは、次の3つのいずれかにより命を落とすこととなるでしょう。1つ目は当たり前ですが、物資の枯渇。特に呼吸のための空気と飲料水が厳しいでしょう。潜水艦の用途にもよりますが、例えば軍用の潜水艦では1ヶ月分の空気を積んで航行することがあるため、それが尽きた時にはもうどうしようもありません。原子力潜水艦においては、周囲の海水を電気分解して酸素を得ることもあるようですが、当然宇宙空間においては不可能です。飲料水についても周囲の海水を利用することが多く、万が一に備えて多少のストックはあるでしょうが、潜水艦内で長期的に暮らすことは不可能と言えます。2つ目は意外かもしれませんが、熱中症です。宇宙空間は極寒というイメージを持っていませんか？確かに計算上の温度はマイナス270度であり、仮に生身で宇宙空間に放り出された場合、数分で命を失った後はゆっくりと冷えていくことになります。しかし潜水艦の場合は事情が異なります。なぜなら潜水艦のエネルギー源は、原子力潜水艦の場合は原子炉、それ以外の潜水艦の場合は電池から供給されます。ディーゼルエンジンをエネルギー源とした潜水艦も存在するのですが、エンジンを動かすためには空気が必要であるため、エンジンは海面付近で電池を充電するために使われることがほとんどです。そして原子炉も電池も効率は 100% ではありません。効率が落ちた分のエネルギーはどこに消えているのでしょうか？それは熱として周囲に放出されます。潜水中の潜水艦の場合は、周囲の海水が熱を受け取ることになるため、潜水艦は周囲に熱の受け皿が大量にあることを前提に設計されています。しかし宇宙空間においてはどうでしょうか？ご存知の通り、宇宙空間は真空であり、潜水艦の周囲に物質はほとんど存在しません。そのため熱は非常にゆっくりとしか周囲に伝わらず、逆に潜水艦の内部に熱がこもっていくことになります。あなたは潜水艦という堅牢な檻に閉じ込められながら、ゆっくりと蒸し焼きにされていきます。また原子力潜水艦においてはさらに深刻な問題となり、最悪のケースでは原子炉が熱暴走を起こし、宇宙空間で原子力事故が発生する可能性があるでしょう。最後は微小重力の影響で潜水艦の機能が停止することです。普段の生活で意識することは少ないかもしれませんが、あなたの身の回りの全てのものは地球の重力が存在することを前提として設計されています。宇宙空間のような微小重力環境下では、思いもよらない形でトラブルが発生することがあります。原子力潜水艦の場合、発電するためには原子炉の熱により水を水蒸気に変え、タービンを回す必要があります。微小重力では場合によっては水が逆流し、装置全体が壊れる可能性があります。またタービンを回すための機械油も、下向きの重力なしでは狙った場所に行かないため、タービンすら回せない可能性もあるでしょう。実際潜水艦が船との衝突により回転し、原子炉が停止してしまったという事例は発生しています。電池をエネルギー源としている場合でも、点検の都合で潜水艦内の電池が重力に頼った固定がされていることがあるため、宇宙空間では電池本体や電池の中の電解液があらぬ方向へ向かい、潜水艦内の電力が失われる可能性があります。他にも船内の換気不足や微小重力下でスクラバーと呼ばれる二酸化炭素の除去装置が正常に作動しないことにより、あなたが二酸化炭素中毒に陥ることもありえます。いずれにせよ、あなたに残された時間は多くありません。あなたをしばらくの間守ってくれる潜水艦は、間もなくあなたの棺桶となり、果てしない旅へとあなたを案内してくれることでしょう。残念でしたね。今回のバイエンスはここまで。あの世でお会いしましょう。